オトメザ QS 星とは、太陽系から160光年の位置にある直連星、激変星である。3.37時間で共通重心を周回する近接した白色矮星と赤色矮星から構成され、さらにその周囲を別の天体が構転しているとされている。第三の天体について詳細は分かっていない。2009年の報告当初は、 太陽系外惑星と考えられていたが、後の研究で、より質量の大きい天体であることが示された。オトメザ QS 星の主星は、表面温度14000系の白色矮星で、太陽の100分の1の半径と78%の質量を持つ密度の高い天体である。表面重力は地球の20万倍に達しているため、